今働く上でなんかコミュニケーションの取り方で工夫してることとか、なんかこういう風にやってなんかスタッフさんと仲良くなったよみたいな意識してることとかってある？ああ、なんかやっぱり4月入職したての頃ってちょっと私も人見知りをしてしまうところもあって、そうなんですちょっとだけここは人見知りしてちょっと出さないようには努力はしてるんですけど、そんなところがあって、でなんかやっぱり保育中も先輩保育士さんの目が気になったりとかして、なかなか自分がやってみたいなって思うことが挑戦しづらかったりとかもしたんですけど、でも今はすごく仲良くなれていて、でなんか自分の中でこう仲良くなりたいなと思って工夫したところが、もちろん保育なので保育の仕事をしているので保育のお話もするんですけど、保育以外のお話をしてこう距離を近づけたっていうのがなんかちょっと一つの自分の中でのやり方で、なんかこうちょっとプライベートの話題を出してみたりとか、相手の先生の好きなものを聞いて、ちょっとなんていうんだろう、アイドルが好きな先生だったらそのアイドルが出てるドラマを見てちょっと予習して話題を持っていくとか、ちょっと保育以外のことでなんか距離を詰めれるような話題を持っていっていました。ああもうそれすごい大事ですよね、なんかね休憩中とか結構一緒のね部屋とかにいてお茶とかコーヒーとか飲みながら、なんかねちょっと苦手と思ってもやっぱりちょっともしかしてね好きな同じ共通点があったりとか同じ好きなね話題とかももしかしたら見つかるかもしれないから、そこでね話してみてだんだん距離が縮まるってこともねありますよね。保育の中でも自分が何が一番好きなのかっていうところを自分に振り返るきっかけにもなります。私の場合は手遊びだったんですけれども、じゃあ手遊びの発信をしようと思ったとしたら、じゃあどんな手遊びがあったかなと書き出して振り返って、じゃあこれって本当にこの歌詞で合ってるのかな、本当にこのメロディーで合ってるのかな、どなたが作っていらっしゃるんだろうっていうような、よりその一つのものに対して調べたりリサーチすることがあります。さらにそれをまた練習をして編集をしてアップするっていうような、保育の時にもその練習したものが活かされたりとか、そのピックアップした手遊びが自分のレパートリーにそのままなったりするので、制作も同様でどんな制作があったかなって振り返った時に自分の中でかなりの引き出しが増えています。まず自分の好きなものをそれだけ突き詰めるっていうところにもつながるのが一つです。これもね園長先生結構大きいかもしれないですけど、同じ思い持ってる人たちと一緒に研修とかを、ね、たくさん見て、園の中でたくさん見て、自分の園だったらこういう風に変えていけるかなみたいのをみんなで考えられたら、ちょっとずつ変わっていけるのかなって思うんですけど、思うんですよね。そうですよね、でもさっきのICT 化もそうですけど、やっぱり上の人が変わってくれないと、ね、なかなかね研修の報告などのきっかけで、自分がこう思うっていう直ストレートに言うよりは、誰々さん誰々先生がこうおっしゃっていましたっていうような、伝え方も一ついいんじゃないかなと思いますね。本当にそう思いますね。あとはずんちゃんもさっき言ってたようなプライベートな話も交えながら、そこから話を膨らませていくというか、その裏、その会議だとなかなか新人スタッフ、ね、新人保育士は発言が難しかったりとか、なかなかねそこも発言しても通らないみたいになっちゃいそうなので、プライベートの話をする機会が、ね、あったりとかして、そこからちょっとやり取りを膨らませていけたら、またそこも違う伝わり方が上に行くんじゃないかなと思ったり、そうですね、なんか何かとね保育士ってコミュニケーション力がなんかね必要ですよね。はい、本当に、ね、そこが大事。なんかそこでまたね悩んだりとかねする方とかも多いかもしれないんですけど、まあね、身近な先輩とか近くの人とかもね、一緒に巻き込みながらなんかいろいろね保育を変えていけたらね、より縁もね良くなると思うので、ちょっと前向きにねやっていけたら、そうですね、もう何をするにも子どもたちの笑顔のためであり、保護者の方だったり、縁のためっていうところを、ここは意識を共通にしておきたいです ね、 ね、 ですね、はい、じゃあありがとうございました。